Thank you.
お送りいたします曲は、ひと夏の恋、欅の木に抱かれてです。この曲は、東北福祉大学吹奏楽部に選定されたものです。作品のタイトルである、ひと夏の恋には、作曲者の八木沢聡さんから、吹奏楽を愛する人々に向けたメッセージが込められています。夏といえば、私たち吹奏楽ファンにとっては、一番思い出深いシーズンです。吹奏楽コンクールに向けて仲間と共に切磋琢磨し汗と涙に暮れる日々、そんなドラマが全国のあらゆるところで生まれています。音楽に恋をして仲間たちを大切にし感謝する、そういった優しい気持ちになれる曲をということで、八木沢さんはひと夏の恋というタイトルにしたそうです。また欅の木というタイトルの木という文字なのですが、間違いかなと思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。実はこれで合っているんだそうです。欅というものは東北福祉大学のある仙台を象徴する木であり、演奏会を開催するホールの名称も欅ホールというのだそうです。欅という言葉自体に現役生と卒業生の絆を示す意味があり、その絆に包まれてということでこのタイトルとなったそうです。メロディックでどこか切なげなセンチメンタルな楽曲を、そしてこの曲を通して奏者同士、またお聴きいただいている観客の皆様とのつながりに思いを寄せてお聴きください。指揮は本校吹奏楽部顧問花房純でお送りいたします。それではどうぞ。
お送りいたします曲は、吹奏楽の神様とも言われるアルフレッド・リード作曲、序曲、春の良弦です。アルメニアンダンスやオセロなどと並び、リード作曲の吹奏楽の名曲として愛され、コンクールやコンサートでもよく演奏される名曲は、19世紀の詩人、アルジャーノン・チャールズ・スウィンバーグが出版したカルトンのアタランタに基づいて作られました。その詩にはこう綴られています。春の良弦が冬の足音をたどる頃、月の女神が牧場で草原で暗がりを、風吹く場所を羽音と雨音で満たす。微笑み隠す唇ほど柔らかな木々の茂みを陽気に分け入り、追い求める神々の目を逃れ、かの乙女は身を隠す。タイトル通り、冬が終わり雪解けの中を良弦たちが元気に進む様子、そして目前に迫る春の訪れを喜ぶ様子が歌われています。リードはこの詩から若さあふれる快活さと甘美さ、優雅さをこの序曲に託したようです。冒頭の旋律は若々しいサウンドで、全楽器が一体となり、8分の6拍子を中心とした軽く明るいリズムで始まります。やがて蝶が舞い踊るかのようなブリッジを挟み、ゆっくりとした中間部へ入ります。中間部では美しい旋律が響き、4分の4拍子の甘いメロディーは、春という季節に象徴される若々しい声を美しく爽やかに描いています。そして終盤には全パートが再び同じメロディーを重ね、大きく盛り上がり、その頂点で締めくくられます。リードがこの曲に託した若さあふれる快活さと、優しく甘い春の恋を感じながらお楽しみください。指揮は本校吹奏楽部顧問小林達樹でお送りいたします。
ただいまより15分間の休憩とさせていただきます。